諸君は誰かの頭の中を覗いてみたいと思ったことはあるかい？2018年アメリカ合衆国ウィスコンシンデルズにある博物館でミイラの生首が展示された。ミイラは頭蓋骨を縦真っ二つに切断されて、頭の中身、首の骨、全てが公衆の目にさらされている。このミイラは故郷ドイツから遠く離れたアメリカまではるばる運ばれてきたものだ。そして見せ物として回転式のフックに吊り下げられ、ゆっくりと宙を回り続けている。乾ききった陰鬱な眼球が好奇の視線を送る見学者たちを睨んでいるように見えた。回転するミイラの正体、それは脳の検査をするために生首が保存された異常犯罪者。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴメトリー。なでもあぜ、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ。言うの闇人形のヤメリですわ。キンキンに冷やしたスイカを棒で思いっきりかち割りたい気分ですわ。夜のスイカ割りというのもなかなか粋かもしれないね。棒を振り下ろすシルエットを窓に映せば人間どもも震え上がること間違いなしですの。ヤミリ君、スイカを脅しの道具に使うんじゃないよ。さて、今宵紹介するのはジュッセルドルフの吸血鬼と呼ばれたシリアルキラーについて。異名が付けられた背景にはこの男の性癖があったんだぞ。言うの血の流れる音。遡ること91年前の1932年、ドイツノルトライン・ウェストファーレン州。この日、精神科医のフランツ・シオリは一人の男性と神妙な顔で向き合っていた。今気がかりなことはありますか？問われた男は恍惚とした笑みを浮かべながらこう答えた。私が死ぬ瞬間、自分の血が流れる音は聞けるだろうか。常人には理解しがたい言葉にフランツは絶句する。しかし男はフランツの様子など気に留める素振りもなく、想像の中の喜びに酔いしれていた。私に残された最後の望みはたった一つ、自分の首が切り落とされる時、しぶきが吹き出す音をこの耳で聞くことだよ。自分から吹き出す血の音が聞きたいなんて、この男一体何者ですの？こんなことを言うなんて話し相手をしていたフランツはさぞ不気味に思っただろうね。この男の正体は彼の死の瞬間を見ればわかるんだぞ。同年7月2日朝、カツレツ、ポテトチップス、白ワインなどが机に並んでいる。豪華なメニューだが、これは例の男の朝食だ。おかわり。男が差し出したグラスに、そばにいた人物がワインを注ぐ。喉をゴクゴクと鳴らしながら、男はうまそうに酒を飲み干した。グラスが空になったのを確認し、ワインを注いだ人物が冷たく言い放った。時間だ、行くぞ。満足げに腹を撫でながら、男は笑顔で立ち上がる。そして休場していた人物に即されるまま広場に出た。その広場に置いてあったものはなんとギロチン台。だが男は処刑具を前にしても笑みを浮かべたままだ。そして自ら進んで首を差し出し、ああ早く私の血の音を聞かせてくれ。この血の音に異常な執着を見せる男こそ、ディステルドルフの吸血鬼ことペーター・キルデン。豪華すぎる朝食は死刑囚の刑の執行直前に与えられる最後の晩餐だったのだ。死刑囚さんだったんですのね。でも嬉しそうに死んでいくなんて、不理解に苦しみますわ。彼はよっぽど自分の血の音が楽しみだったんだろうね。この一般的な感性とはずれた性癖こそ、キュルテンが罪を重ねた理由だと考えられているんだ。さて、キュルテンは一体どんな罪を犯したんだろうか。宛先不明の手紙。1930年3月24日、自宅にいたキュルテンの元をいかめしい顔をした警官たちが訪れた。ペーター・キュルテンだな。少女を暴行した罪で逮捕する。キュルテンは手錠をかけられ、警察庁へと連行された。その時の彼は全くの無抵抗で、不気味なほど従順だったという。キュルテン逮捕のきっかけは一通の手紙だった。その手紙には、震える文字でこんなことが記してあった。私、どうしたらいい？本当に混乱しているの。少し前、デュッセルドルフ駅で男に声をかけられて、その後、森の中で恥ずかしめを受けたわ。そう、この手紙は被害少女が友人に事件のことを相談するために書いたもの。しかし動揺していた少女は友人の住所を書き間違えてしまった。当時のドイツには宛先不明の郵便物は開封して中を改めるという規定があり、宛先を間違えた被害少女の手紙は季節して事件を告発することになったんだ。警察は差出人の少女を探し出し、証言をもとに捜査を開始。その結果、犯人はペーター・キルテンだと判明し、逮捕となった。友達の住所を間違えてしまうだなんて、よっぽど怖い思いをしたんですのね。私も腕を取られた時のことを思い出すと、日記と間違えてデスノートに今日の出来事を書いてしまいますもの。危ないから、デスノートは捨ててくれないかな。だが彼女の書き間違いはある意味ではデュッセルドルフの街を救ったとも言えるんだ。ああ、彼女も暴行したよ。キュルテンは逮捕後あっさりと罪を認めた。だが彼の言葉に引っかかりを覚えた警察官はさらにキュルテンの追及を続ける。彼女もとはどういう意味だ？他にも被害者がいるのか？するとキュルテンは笑いながらこう答えた。でも困ったな、
被害者が何人いるのか私にもわからない。キュルテンの口ぶりに警察官たちは騒然となった。というのもこの頃ディステルドルフでは通り魔事件が多発していて、大勢の人々が被害に遭っていたんだ。その通り魔事件を中心に取り調べを続けた結果、キュルテンが自白した罪はなんと80件以上。80件も事件が起きていたんですの？そうなんだよ。どうしてもっと早くに捕まえられなかったのかとつい考えてしまうよね。犯罪の数だけ証拠もたっぷりあるはずですわ。もしかしてこの警察ちゃんと捜査をしていませんでしたの？それが違うんだよ。ではキュルテンがどんな罪を供述したのか見ていくぞ。言うの80の犯罪。キュルテン逮捕から遡ること38年前、1892年、ドイツミュールハイム。キュルテンは友人2人と川を泳いでいた。だが楽しい川遊びの時間はキュルテンの手によって地獄と化すんだ。やめろ。なんとキュルテンは一緒に来ていた友人らを次々に川に沈め溺死させたんだ。そして友人たちが水に沈んでいく音をうっとりと聞いていた。だがこの時キュルテンは死の現場に居合わせたにもかかわらず、警察から全く疑われなかった。その理由は彼が9歳だったから。当時の常識では10歳に満たない子供が人を殺すはずがないと考えられていたんだ。そして結局この事件は水難事故として処理されることになった。その後11歳になったキュルテンはデュッセルドルフに移住。この頃から窃盗や放火などを繰り返すようになり、すっかり刑務所の常連になった。けれど何度刑務所に行っても更生することはなく、詐欺、暴行、動物虐待など様々な犯罪に手を染めていく。ただ不幸中の幸いというべきか、しばらくの間キュルテンの手によって命を落とした者はいなかった。そう、1913年、彼が30歳の時まではだ。それはキュルテンが盗みに入った商店での出来事だった。現場は住居と店舗が一つになった建物。金品を物色している最中、少女が一人で眠っていることに気がついた。キュルテンは愛らしい少女が無防備に寝息を立てていることに興奮し、彼女をいたぶり、その後殺害してしまったんだ。そして少女が生き絶えるその瞬間、鼓膜に響いた血の音にキュルテンは激しく興奮する。そしてこの日以来、キュルテンは血液が流れるゴボゴボという音にすっかり囚われてしまったんだ。逃走の際、キュルテンは自分のイニシャル入りのハンカチを現場に落としていったという。さすがにこれで逮捕と思うだろう。しかし悪運が強いと言うべきか、全くの偶然がキュルテンに味方した。ペーター・キュルテンのイニシャルは PK。 なんと事件当時外出していた被害少女の父親のイニシャルもまた PK だったんだ。警察は被害少女の身近にいた PK に気を取られ、父親ばかりを捜査した。たまたま同じイニシャルの犯人がやってきて少女を殺していったとは夢にも思わず、キュルテンはこのままハイパー凶悪犯罪者になっていきますの？ところが彼の犯罪歴はここで一度途絶えるんだ。少女殺害は見抜かれなかったキュルテンだったが、実は同時期に無関係の窃盗で8年間刑務所に送られているんだ。さらに第一次世界大戦後の混乱に乗じて鋳型職人という身分を得る。定職について生活が安定したキュルテンは刑務所にいた期間も含め16年間大きな罪を犯すことはなかった。しかしキュルテンの厄介な性癖、つまり知能とか聞きたいという欲望はいつまでも彼の中でふつふつと煮えたぎっていたんだ。そしてとうとうキュルテンにデュッセルドルフの吸血鬼という異名がつくきっかけとなった1929年がやってくる。キュルテンの我慢の限界は2月8日にやってきた。彼は持て余した暴力的な性欲をなんと8歳の少女に向けてしまったんだ。キュルテンは耳によみがえった血の音にすっかり夢中になった。その後彼は血の音を求めて2月13日に1名、8月21日には3名、そして23日には5歳と14歳の姉妹などおよそ1年の間に9人を殺害し、他にも多数の怪我人を出したんだ。被害者の中には命だけはどうにか助かった者も多くいた。しかし恐怖から記憶が混濁し、犯人についての明確な証言ができなかったという。犯行が残虐すぎて逆に捕まらないなんてひどい話だよね。だからこそ郵便局で発見された少女の手紙は重要な証拠だったんだ。キュルテンを止めるきっかけになったからデュッセルドルフを救ったって言いましたのね。そういうことだね。何せそれまでキュルテンは警察の捜査線上に全く浮上していなかった存在だったからね。でも彼が容疑者にならなかったのは警察の不手際というより、キュルテンが巧妙に正体を隠していたからなんだぞ。言うの仮初めの姿。警察が鋳型工場でキュルテンについて話を聞くと、同僚たちは口を揃えてこう言った。あの真面目なキュルテンが？そう、彼は工場では有能、勤勉、実直、熱心として周囲から非常に評価が高かったんだ。さらにキュルテンが疑われなかったもう一つの要因が妻の存在。なんとデュッセルドルフがキュルテン自身の犯行によってパニックに陥る中、被害を恐れる妻にこんな言葉をかけていた。危ないから僕が迎えに来るまで職場にいなさい。そして実際キュルテンは毎日妻の送り迎えをしていたんだ。こうした紳士的な振る舞いは彼を捜査対象から外すには十分な理由になった。
キュルテは疑いをそらすために妻を利用したんですの？ここまで残虐なことばかりしている人物だとそう考えたくなるのが普通だよね。ところがこの行動はキュルテンのわずかに残った人間らしさとも言えるんだ。だがキュルテンは自宅にいるところを逮捕されたと言ったね。実はキュルテンの所在を通報したのは妻フラウ・キュルテンだったんだ。しかも妻フラウの独断ではない。捜査の手が迫っていることを知り、キュルテン自ら通報を指示したんだ。私は君を欺いていた。今後辛いことも多いだろう。せめてもの食材として私を警察に差し出し、懸賞金を受け取ってくれ。少しは生活の足しになるだろう。さらに警察の取り調べでこんな供述も残している。私は血の音を聞かないと心の底から興奮できなかった。ですが妻にだけはその衝動を向けることができなかったんです。正体を隠し人の目を欺いて暮らしていたキュルテン。そんな彼でも妻への愛だけは本物だったのかもしれないが、それこそがますます罪を重ねる原因になってしまったのだから皮肉なものだ。キュルテンはその後の裁判によってギロチンによる斬首刑が言い渡される。処刑にあたって医師らは彼の異常な残虐性に注目し、研究のために遺体が用いられることになった。医師らが特に着目したのは彼の脳。そこで切り落とした首を2つに割り、頭の中を直接調べることにしたんだ。解剖が終わった頭部はそのままの形で乾燥処理が施され、ミイラにされた。しばらくはドイツで保管されていたが、神塚が買い求めたことによりアメリカに移送され博物館に展示されることとなったんだ。ちなみに検査の結果、キュルテンの脳に異常は見られなかったという。人間の欲望の歪みは目に見えるものとして現れたりしないからこそ一層恐ろしく感じられるね。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。